車種は中国の疑心南北朝時代、東神末期の政治家、南平の人、地は武子。信女に捨てがある。同時代の孫公と共に、警雪の皇の故事により知られる。警察の皇は蛍の光の歌詞として、日本人にもよく知られている。曽祖父の車春は、呉の会計大将を務めていた。父の車くは、南平軍の主母であった。 幼い時、父に連れられて、大樹の王子のと対面した。王子のは、社員の層を見ると、将来交換に登るであろうから、学問に励ませるよう父に勧めた。社員の家は貧しく、当家のための油を得ることができなかったので、夏には、絹の袋に、数十匹のホタルを集め、その光で書物を照らして昼も夜も勉強に励んだ。 成長すると容姿が立派で頭の回転が早い、再起盛んな人物として知られるようになった。関門が慶州にいた時に十字に抜擢され、主母、別がを経て、生成調理となり、中央に仕えるまでに至った。関門から勉学で身を起こした人物であったが、遊興にも長けており、上官が来る時には率先して、宴席を設け、宴会の場に、彼がいない時には、 車校がいないと楽しくないと周りに言わしめた。シャーンにも寵愛された。ネイアス初年、中所次郎に任命され、館内校に封じられた。工部三角が、公居を学んだ時は、シャーン、リク・オサム、ベンタン社席、縁広ヒ大根王・コと共に学び議論をした。だんだんと出世し自中になった。ふとも途中、王の学びの学生を100人増員し、社員を、 両国史博士とした。その後、儀工病明堂のことについて、社員の意見が取り上げられ、皆それに従った表記調子と移り、退場となり、爵位は林将校にまで進んだが、病のため官官職を退いた。やがて復職し、森軍将軍に任じられた。この頃、王国法が海計王の柴道子にへずらい、上昇として、 特別な待遇を与えるよう提案したが、社員は西王が宗公に対して、同様の礼遇を与えた事例とは異なるとして、これに反対し、病と称して、署名を拒否した。皇帝は果たして王国法の提案に激怒し、社員の態度を喜んだという。高市安初、呉れ軍大使となりに宣告の里氏を受けたが、病と称して受けなかった。将軍を加えられ、 単要院に任じられた。理部証書まで簡易は上ったが、芝元県の非行を、公位竿と共に、芝道子に告発しようとしたところ、芝元あらわにこのことを知られてしまい強引に自殺させられてしまった。社員の突然の死に、朝廷はこれを傷んだという、ありがとうございます。